はーい、お疲れ様です。素みつです。今回のお話なんですけど、ビッグモーターに関するお話なんですけど、まあ、ビッグモーターの不全問題ね、説明する必要はないとは思うんですけど、現在、ビッグモーターのいろんな情報っていうのが、現役社員だとか、元社員からいろいろ流出しまくってるわけなんですよね。まあ、最近で言うと、社員に向けたメッセージとか、そういうのも流出してたわけなんですけど、そういうめちゃめちゃね、えー、リークされてる、そんな状況に、ビッグモーターがこんな んんなことするんでするでよね、えー、記事で言うと破ったら賠償請求のペナルティビッグモーター口封じメールに社員が怒りだーっていうことで現在社員に対してもし、えー、情報をリークとかしたらお前ら賠償請求するからなーみたいな脅しみたいな誓約書を書かせようとしてるみたいなんですよねマジかよ全然このパワハラ体質変わってねえじゃねえかーっていうことでねまた話題になってるんですよねしかもリークしたら許されねえからなー っていう、そのメールをリークされてしまうっていう、もう全く信頼がない状態なんですよ。ということで、今回この件について見ていこうかなと思います。元道のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。箸でやばいよね。口封じのために誓約書書かせようとしてるっていう話なんですけど、ビッグモーターの幹部が社員らに送った一つのメールに波紋が広がっているっていうことで、あるメールが届いたみたいなんですよね。で、実際これね、 あのー、動画でも上がってたりするんですけど、秘密保持に関する誓約書ということで、こんな書面の、ねえー、メールが届くらしいんですよ。タイトルは秘密保持に関する誓約書ということで、パワハラや会社の不正が社員らの証言で次々明らかになる中、ビッグモーター側は内部情報の保持を求める誓約書を9月15日までに提出するように求めたということで、社員にこうやってメール送れるんですよ、誓約書。で、えー、内部情報とか は絶対に漏らさないでねっていうそういう誓約書を書かせようとするわけなんですよね。まあ現在いろんな不祥事の情報がねリークされまくってるからね流出しまくってるから幹部から送られたメール内部情報の流出で当社に対する社会からの評価が必要以上に低下してしまう状況となっていますっていうことでメールが来てメールに添付された文書には秘密保持の範囲や調査方法などについても細かく記載されているで実際に送られて 聞いた文書には皆さんが勤務中に知った業務に関する情報は全て秘密情報に当たる電子メールやパソコン等を確認調査またはモニタリングすることがありますっていうことでチェックするからなってだってこの間まで現役社員に送られたそのビデオメッセージとかそういうの流出しまくってたんですよねもう内部の話がほぼほぼタイムリーに世の中にもね,ね流されてたわけなんですけどさらに会社を辞めた後も 秘密を守る必要があるとした上で破って会社にダメージを与えた場合懲戒処分や損害賠償請求のペナルティを受けていただくとしているっていうことでもし流出させたらお前ら懲戒処分か損害賠償請求だからなっていうことで、ね、脅しみたいに言ってるわけなんですよ まあこうした話は別に入社時に普通会社はね、えー、こんなことやっちゃダメだよっていう誓約書を書かされることは全然あると思うんですけどただこの状況で今やりますっていう話はおかしいよねでこれを受け取った現役社員の A さんはと現役社員は内部リークが出ることを恐れていることや自分たちがやってしまった過ちをさらに隠そうとしていることに疑問を感じますっていうことでおかしいだろうって社員がね怒ってるわけなんですよまあだったらやめりゃいいじゃんとも思うんです ですけど、強制させて欠かせる行為は今までのビッグモーターと何も変わらないですということで全然変わってねえじゃねえかって現役社員が言ってるんですよねで、こうした秘密保持の制約書の提出を半ば強制することについて専門家はということで専門家弁護士さんなんですけどこの溝上弁護士さんが説明してくれてるんですけど入社時に入社するかどうかの判断権が従業員側にある段階で締結してくださいということはありえるかと思います いますけどすでに入社している従業員に対し何か不利益を課すということであれば大変問題のある行為ではないかってね、もうこれ、中は強制的にね、その誓約書を書かせるっていうことはおかしいだろうって、弁護士さんも問題視してるわけなんですよね、まあ、そりゃそうだよね、まあ、入社時とかだったら分かりますよ、誓約書とかも。で、入ってきてから、後からね、やっぱり誓約書、新しくお前これサインしろよっていうのは、それは違うだろうって話になりますよね。で 一方で仮にサインをした場合は法的な拘束力が生じてしまう可能性を指摘ということでサインしちゃダメだぜってで溝上弁護士は心理的影響は大きなものだと思いますので公益通報制度の事前抑制にもつながりかねないと。 でね、まあ、この公益通報制度って元々あんまり聞きなじみなかったんですけどこちらに書いててね厚生労働省のホームページに公益通報者の保護ということで公益通報者保護制度は国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するもの のですと,ということでまあ文字通りなんですけど公益のために告発とかそういうことをするっていうのは一つ権利として保護されてるもんですよということなんですよね。こ、ま、こ、あ、こういうういいい行動はのの制度違反にもねねねながりかんんじゃっっててとを、ね、弁護士さんは言ってるわけですねでこの件についてビッグモーター側は FNN に決して公益通報制度の動きを封じるものではございませんとコメントしているってじゃあどう,どういう目的でこれやんだ <laughs> っていう感じがします しますけどね、そしてビッグモーターをめぐり利用客との新たなトラブルが6日も明らかになったってまた新しいトラブルがあるらしいんですよね。まあ、これは別件ですけど先週の「イット!」でビッグモーターで車を購入した際に受けたコーティングがずさんだったと訴えた B さんということで、まあ、過去に、ね、B さんは車を買ってコーティングがひどかったっていうことを、ねえー、こうやって番組で言ってたみたいなんですよね。B さんが車を先週末ににビッグモータータ持っって行った結果 別の部分に新たなトラブルが生じたというっていうことで、これ持っていった理由は、無料でね、もう一回やりますっていう話だったみたいなんですよ。B さんが、ここの部分ですね、傷つけられてっていうことで、助手席側のダッシュボードに幾重にも引っかいたような傷がということで、実際動画ではこういう風に書いてるんですよ。これダッシュボード、ここら辺に注目してほしいんですけど、ここをアップにするとこんな感じでね、引っかいたような傷があるぞって、まあ確かに、これはたまたまついた よようなな傷じゃないよねもうどう考えても何かで擦ったような傷なんですけどまあその傷がついてるぞーっていうことでビッグモーターに行く日の朝までは傷はついていなかったという B さんはこの日コーティング代金約7万5000円の返金を求めるためにビッグモーターに向かった B さんはできれば返金してほしいですね別の店でやりたいんですけどって言ったんですけど社員はすみませんお気持ちは分かるんですがとビッグモーター側は無料で再度コーティングをすると 提案コーティング作業中は作業の様子を見ていたが作業が終わった後 B さんは店長と話をするために車から目を離したというそしたら B さんは目を離したのは多分5分から10分ぐらいですかねって言って でこののわずかかな間に傷がつけられたのか店を出た後に傷に気づいた B さんは翌日改めて店を訪れてスタッフに訴えたかということでじゃあ本当に傷が入ってたのかっていう話なんですけど再度コーティングに行く前の映像があったりしてそれを比べてるんですけどやっぱり傷はもともとなかったよっていうことみたいなんですよねで社員は何かで引っかいたような傷だっていうことで B さんはそうだよって言ったら社員が、ね ね、昨日施工した業者が休みなのでってまたこれかよってえ昨日施工した人いないんですよ今っていうようなね修理の時と同じような回答をしてるんですよね担当者がいないと話す店側に対し B さんが問い詰めると驚きの一言がということで社員は施工した本人がしてないって話ならもう警察とか入れて話した方がいいんじゃないかとっていうことでじゃあ警察を呼べばいいじゃんみたいなそれで B さんが警察を呼ばないとっていうふうに聞くと えー、社員はもう呼んだ方が早いと思いますよってだから警察呼べばみたいなことをね社員は言ってくるみたいなんですよねめっちゃ挑発的だねで B さんは B さんはあまさかのまさかですよもう不信感しかないですねがっかりですということでこの件についてビッグモーター側は FNN の取材に警察への相談を提案した発言に関しましては不適切であったと猛省しておりますコーティング作業の際社内の作業につきましては内窓の吹き上げのみしか しておらずダッシしボードに傷をつけたという事実は確認できておりませんと回答しているということであくまでそれはわかんねえっていうことで、ね、言ってるわけなんですよね。まあ、この新たなトラブルは置いといたとしてもこうやってね、まあ、今社員に対して口封じメールを送ってるわけなんですよ。まあ、口封じをするための誓約書のメールですね厳密に言うと。 まあ、社長が変わったからって、全然体質が変わってないんですよね。このパワハラ体質っていうのが。マジでやべえなって、まあ、今のタイミングでやることじゃねえだろうって思っちゃいますけどね。まあ、それが速攻で漏れちゃってるわけなんですけどね。ということで、ネットの意見も見ていこうと思うんですけど、えー、漏れてるやんって、まあ、真っ先にこの突っ込みですよね。漏らしちゃダメだぞーっていう誓約書のメールが漏れちゃってるんですよね。<laughs> こちらいいね、させていただきますね。もうコントだよね。とか、他に はある意味透明性の高い会社だってもう即行でさ社内のね情報とかがどんどん流出しちゃってるわけだからなんならメール送るときは常にマスコミ各社も CC に入れとけばいいのにっていうことでもう自らマスコミに言った方が早いんじゃねえっていうこともね言われてますねこちらもいいねさせていただきますねとか他には、えー、機密保持逆に入社時とかに交わしてなかったんかーいってまあ、そうだよね 入社時に普通なんかいろいろ制約書の中に機密保持の話もあると思うんですけどね。なんで今更なんだって。あと今まで出ている情報が機密保持に当たるかといえば微妙なものが多いとは思います。ということで今出ている不祥事の話、暴露とかの話って機密保持の内容かっていうとそうじゃないもんね。<laughs> こちらもいいで、ね、させていただきますね。とか他には 次は口封じかーいって、なんで発想がこうパワハラ体質なんだって、この子に及んでまだ口封じさせるっていうような新しいね、えー、情報が上がってくるって、まじ理解できないよね。とか、他には、経営陣に信頼がないので、法令違反を社外に告発されてしまうわけである。秘密保持の誓約書を提出させる時点でダメダメなんだよなって、これ、同じループ入ってんじゃねえかよっていうふうにね、言われてますね。こちらもいいね、させていただきますね。 まあ結局、従業員への信頼がないっていうことですよね。まあそれだけでははっきりわかりますね。ということで今回のお話はビッグモーターが口封じの誓約書、社員に書かせようとするも、それが漏れてしまうっていうようなそんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元水のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。